高知県宿毛市の豆腐店の長男として生まれました。小学生の頃から転換の持病がありました。ご両親の心配はいかほどだったか計り知れません。平成14年宿毛高校から徳塚図部屋に入門。持病のこともすべて関係者には伝えた上での入門でした。番付に名前が載ればいきなりの序ノ口優勝、序二段優勝、順調な出世を遂げ2年余りで関取昇進を果たします。刺身の良さ、足腰の強さ。平成19年三役に昇進した頃には次の大関へと期待も膨らみました。そんな中、平成22年の九州場所、豊ノ島関の相撲人生最大の場面がやってきます。返り入幕で迎えたこの場所、終盤には大関バルト、海王を破って14勝1敗で横綱白鵬との優勝決定戦に臨みます。残念ながら賜杯をその胸に抱くことはできませんでしたが、緊張の中に実に得難い経験もしました。その直後、平成23年2月には奥様スナホさんと結婚、翌24年の名古屋場所直前には長女のひょうちゃんも誕生して、家族の支えもあり大きな夢に向かいました。しかし30歳を過ぎて体は悲鳴を上げ始めます。ついには平成28年名古屋場所直前の稽古で左のアキレス腱を断裂してしまいます。そこから2年半十両幕下へと下がりながら、平成30年11月不屈の闘志で関取復帰を果たします。この間、引退という二文字が何度もよぎりました。しかし当時4歳だった長女きほちゃんのお相撲をやめないでほしいという言葉に復活への希望を持ち続けました。給料のない2年間を支えてくれた砂穂さんときほちゃんが豊ノ島関の頑張る源でした。時代は令和へと移り、おととしの4月17日、36歳と10ヶ月、ついに現役引退、年寄井筒を襲名しました。相撲のうまさ、そってでも残れる足腰、どれをとっても一級品、大相撲の歴史に残る、玄人好みの名力士でした。それでは、止めばさみです。師匠、元土佐豊か、時津風雄也親方です。入門は5年遅く、今は師匠という立場ですが、新弟子の頃、相撲だけではない社会への貢献、子どもたちのための地元高知での相撲大会、豊ノ島杯、そして家族との絆、そのすべてを私たちは忘れません。ありがとう、豊ノ島関。今、土日の見分けを決めました。豊ノ島関の土俵人生を見合う、井筒親方としての今後のさらに輝ける人生を記念しながら、どうぞ皆様、精一杯の大きな拍手をいただきましょうか。師匠、時津風雄也が皆様にお礼のご挨拶を申し上げます。